どうも、ゆっくり霊夢です。どうも、ゆっくり魔理沙だぜ。なあ霊夢、帰宅したら家で誰かが、待っててくれるって思うと嬉しくなる時ってないか？随分突然ね。でもその気持ちはわかるわ。お帰りなさいって言ってくれるのとシーンとしてるのとじゃ全然違うわよね。特に疲れている時に誰もいないって思うと寂しくなると思うわ。体調が悪いとなおさらだよな。誰かに出迎えてもらえるだけで嬉しくなるぜ。誰かにね。優しい人や相思相愛の人なら嬉しいわよね。なんだよその含みのある言い方は。なんか気になるじゃないか。いい？世の中にはね、絶対に会いたくない人が家に侵入して待っていて、あろうことか襲いかかってきたという、とっても怖い事件が起きていたりするのよ。なんだよそれ。侵入されるだけでも怖いのに襲いかかってくるってマジか。信じたくないと思うけど、この世界で本当に起きてしまった事件なのよ。怖いけど気になるぜ。霊夢、詳細知ってるのか？もちろんよ。教訓にするためにも聞いておくことに越したことないわ。私自身も気になるし、せっかくだから聞かせてもらうぜ。任せてちょうだい。でも、決して笑える話じゃないし、ちょっと怖い内容だから、そこは覚悟しておいてね。事件だから笑えないのはなんとなくわかっていたし OK だぜ。わかったわ。わけのわからない人が突然家に上がり込んで、しかも襲いかかってくるっていう恐怖の事件よ。恐怖の事件。心構えできていたとはいえ、そう聞くとなんだか怖くなってくるな。というわけで今回は税理士刺殺事件について解説するわ。それじゃ、ゆっくりしていってね。まずはじめに、今回の事件の犯人である高橋舞について説明していくわね。おう、よろしく頼むぜ。高橋は、愛知県で三姉妹の長女として誕生したわ。常日頃から妹たちと同じく美人だって評判だったみたいね。生まれながらの美人だったんだな。そうね、それこそ私みたいに美人だったってことよ。霊夢が美人かどうかは置いといて、その高橋って人はその後どんな人生を送ったんだ？ひどい、私が美人だってこと、しれっと否定したわ。ああはいはい。霊夢は可愛いな。絶世の美女だぜ。反応適当すぎないかしら。心込めて言ってるぜ。可愛い可愛い。ふん、まあいいわ。話を戻すわね。そうしてくれ。そして、高橋は中学生の頃に千葉県の浦安市に引っ越して、そこで何不自由なく高校生活を送っていたわ。ふむふむ。また、大学に進学した際はサッカーのサークルのマネージャーになったのよ。マネージャーか。生まれもっての美人だったんだし、さぞや多くの人の注目の的になっていたんだろうな。その通り。その美貌で多くの学生から注目の的になる存在だったらしいわ。そして、将来はモデルになるために美容にはとことんまでこだわっていたそうよ。ここまでの話を聞いた感じだと、特段目立った悪用はしてない感じがするな。ここまではね。彼女自身もこれといったトラブルも起こしていなかったし、周囲からも長女ってこともあってなかなか頼れる存在で、しかも美人だって評判だったのよ。美人で頼れるなら悪そうなところなさそうだが。だけどね、少し気がかりなことがあったわ。気がかりなことってなんだ？というのも、彼女はわがままで思い込みが強い一面があったの。わがままで思い込みが強いのか。ちょっと怖いかもな。でも、それだけじゃないわ。彼女は自分が恋人にしたいって思った男性に対して、ひたすらアピールをしていたの。そうなのか？ええ。それも不必要までに大げさにね。これの意図は全くわからないが、もしかしたら恋人が、欲しくて欲しくてたまらなかったのかもな。そこまでして恋人を求める理由はわからないけど、何か彼女なりの理由があった可能性はありそうね。そして、高橋は大学を卒業した後、モデルにはならずに実家暮らしをしながら、大手企業に就職したわ。それに加えて、もっとお金が欲しいって思っていたのか、高級クラブでアルバイトもしているの。昼間は OL で夜はクラブで仕事か。昼と夜で二つの顔を使い分けていたんだな。そんな中、クラブでバイトをしている時に、白井司さんという男性のお客さんと出会うわ。まさかこの人が。そう。結論から言ってしまうとこの人が被害者よ。もともと税理士をしていて、年収は2000万円を超えていたの。普段は東京の丸の内の事務所に勤めていたのよ。なるほどな。そんでこの二人はどうなったんだ？そのまま交際することになったわ。高橋は白井さんに好意を寄せてたのよ。学生時代から好きな人にもアタックしてたし、きっとこの時もそんな感じだったんだろうな。そして、交際を始めてから一年後、高橋はある驚きの行動に出るの。ほう、なんだその行動って？退職よ。今まで勤めていた企業をすんなりと辞めてしまったわ。マジかよ、せっかくの就職先だったのに。どうやら、この時から高橋は白井さんとの結婚を夢見ていたそうなの。だから、交際を始めた時から自身がセレブ妻になることを確信していたとも考えられるわ。思い込みが強かったっていうし、そうかもな。
だがまだ確証はないってのに。そりゃないぜ。いろいろ言いたいことがあるが。まあいい、話を続けてくれ。そして、交際を始めて2020年6月になった時、高橋と白井さんは、神奈川県川崎市にある少しお高めのマンションの一室で同棲を開始したの。少しお高め？月15万円とかか？違うわ。25万円よ。このお金を毎月支払いながら、贅沢な暮らしを堪能していたのよ。25万、そんだけの部屋私も住んでみたいぜ。この部分だけ見るとなんだか良いなって思えちゃうわね。交際をして良い場所に住んで、この時はお互いに良い思いをしていたのかもな。でもね、調べてみるとそうでもないことが分かってくるの。なんといっても高橋は白井さんを束縛していたんだから。束縛？どういうことだ？まず白井さんは知人に対して、高橋の束縛があまりにも強すぎることを告白していたわ。なんといっても、白井さんがゴルフ場にいる時にもかかわらず、今どこ？って感じの電話をかけ続けてきたそうだしね。初めのうちはまだマシだろうが、それが続くとなると、疲れてくるのは想像しただけでもわかるぜ。ベタベタしない関係が一番よ。間違いないな。そんなこともあって、高橋は白井さんとの口論が絶えず、同棲生活は2ヶ月程度で終了したわ。そして白井さんはマンションから出て行ったのよ。そりゃそうだ。あんまり束縛されても疲れるに決まってるぜ。でもね、この二人はすぐに復縁したわ。マジか、なんで復縁したんだ、よく喧嘩してたんだろ？不明のままよ。当事者がこの事情を全く話していないもの。気になるが仕方がないな。とにかく復縁したってことは、高橋は白井さんへの、束縛をやめて、すっきりした関係を続けることにしたということか？むしろその逆よ。高橋は束縛をより一層強めていき、白井さんはそんな彼女に対して、嫌悪感を募らせていくわ。なんといっても、高橋が、ストーカーのように付きまとっていると周囲に相談していたそうだしね。こうなってくると、別の女性と一緒になりたいと思うようになるかもな。マリサの言う通りで、夏の終わり頃には、白井さんが、高橋とは違う別の若い女性と一緒にいる様子が目撃されているわ。もうここまで来ると、終わりが近づいてくるように思えるぜ。ええ、白井さんは10月に高橋へ別れを告げて追い出したわ。もちろんこの後、復縁なんてする気がなかったわ。ここで話は終わりか？さすがにそうとは思えないが。ええ、終わっていないわ。高橋は白井さんのことを全く諦めていなかったのよ。結婚したいと思っていたから、早く二度目の復縁をして、婚約を果たしたいとでも思っていたのかもしれないわね。面倒なことになってきたな。そして、高橋はスマホを使って何度も何度も白井さんに連絡を入れ続けたわ。だけど当然その連絡に対応するはずもないわよね。高橋は、帰ってくるはずもないメッセージを書き込み続ける無駄な時間を過ごしていたのよ。やっぱり諦めて、別の男性と交際しようって思えないのがすごいよな。とにかく白井さんのことが好きで好きでたまらなかったんでしょうけど、迷惑な話だわ。ちなみにこの時、すでに高橋は29歳だったの。さすがにもう諦めたんだろ？マリサ、ここまでやる人がここで素直に引くと思うかしら？まだ諦めてないのか？残念なことにね。この後、彼女はとんでもない行動に出るのよ。とんでもないってどんな行動なんだ？で、初めに高橋が取った行動は、白井さんが住む、マンションの部屋の合鍵を無断で制作することだったわ。合鍵、そこまでするのは怖すぎるぜ。もちろん彼女に鍵を作る技術なんてないから鍵業者に依頼して作ってもらったわ。そして、作ってもらった鍵を受け取った後、その鍵を使って白井さんのマンションに侵入したわ。おい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 、とっくに別れた人の部屋に入るとかどんだけだよ。ちょっとここまで来ると怖いわよね。ただ、もう恋人ですらない人が白井さんの部屋の合鍵を作れるものなのか？そこは疑問ね。だけど、同棲している時に無断で合鍵を作っていて、それを使った可能性が高いと言われているわ。なるほど。そういうことだったんだな。そして、部屋に侵入した高橋は、白井さんの帰宅を待ち続けたわ。何のために？殺すためよ。ひ。すんなりその言葉口にするのは怖いぜ。高橋は被害者の部屋のベランダにあった、モーラナイフと呼ばれる刃物を使ったわ。モーラナイフって初めて聞くな。どんなやつなんだ？キャンプとかで使える分厚い刃がついたナイフよ。フルーツの皮を剥いたり、木を削ったりするのに使えるわ。加えて、グリップは、濡れた手で握っても滑りにくい素材が使われているの。それを用意するってことは、白井さんへの殺意は半端ないものだったんだろうな。モーラナイフを準備して、無断で白井さんの部屋に侵入したわ。この時点で高橋がやろうとしていることは明白よ。ああ、霊夢がさっき言ったようにやるつもりだな。殺意をひしひしと感じるぜ。そして、2020年10月29日の深夜、白井さんが帰宅した時、
高橋が玄関に立っていることに気がついたの。この時は、さぞや怖かっただろうな。それから、高橋は白井さんに対して二度目に復縁を迫り、白井さんはそれを拒んだことから激しい口論に発展したわ。当然白井さんは関係を修復する気は一切ないんだよな。当たり前じゃないの。彼からすれば、こんな人ともう一度交際する理由なんて全く存在しないわ。でも諦めなかったんだろ？ええ、自分の思いが叶わないと確信した際、高橋は、モーラナイフで白井さんを襲撃したわ。それでどうなったんだ？白井さんは胸や腹部に傷を負ってまともに動くことができなくなったわ。これだけでもかなり悪質だけど、その後高橋は、ネクタイを使って白井さんの首を絞めて殺害してしまったの。うわぁ、刃物で切り裂かれて満身創痍になっている状態で絞められればどうしようもないわね。確かにな。仮に腕力の差があっても抵抗は難しそうだぜ。それから、高橋はスマホを使って自身の母親に白井さんを殺害したことを告白し、それを受けた母親が警察に通報した。その結果、高橋はほどなくして逮捕されたわ。それじゃあ次は逮捕後についてだな。引き続き解説をよろしく頼むぜ。了解よ。逮捕後と裁判について紹介するわね。勝手な予想だが、素直な態度で私が殺しましたって言ったんだろ？これは違うのよ。というのも、高橋は白井さんが一緒に死んで、あの世に行こうと言い出して刃物を取り出してきたと言ったのよ。なんだそれ、母親には自分が殺したって素直に言ったのに、容疑を認めていないってことか？この時の彼女が一体何を考えていたのかは全くわからないけど、少なくともそう話しているわ。他には何か言ってたか？さらに、そんな話を聞いて混乱し、自殺するよう促してきたので、致し方なく白井さんを突き刺したと話しているわ。言ってることと動機が全然違うじゃないか。罪を軽くするためとも考えられるけど、よくわからないわね。しかも、自分は白井さんから暴力を受けていて、その正当防衛として刺したとも言ったし、私は白井さんを殺していないとも言ったのよ。何言ってんだよマジで。当然この証言は裁判で否認されたわ。そりゃそうだよな。だけど、これだけじゃないの。まだあるのか。ええ、ネクタイを使って自分の首を絞めて自殺をしようと考えていたと証言したの。だから、白井さんをネクタイで絞めたことについては、どうせ自殺するなら最後は同じ方法で生き耐えたいと思ったからと言っているのよ。意味不明だぜ。本当に死ぬつもりだったのか？本当に彼女が自殺するつもりがあったのかはわからないわ。ただ、いざその時になると死への恐怖心が強くなると言われているわね。この証言は裁判で認められたのか？全部否認されたわ。裁判長からは、自己保身に走った。身勝手な話って感じのこと言われてるもの。他には何か言われたか？関係の修復に応じない白井さんの命を奪ったことは、身勝手極まりない。こんな感じのことも言われたわね。確かにやってることは身勝手すぎるぜ。そして、高橋に下された判決は懲役15年。おそらくだけど、ちゃんとこの判決を受け入れて今も服役しているわ。事件の概要はこんな感じよ。身勝手極まりない理由によって、引き起こされたこの殺人事件、マリサはどう感じた？人の恨みの恐ろしさを思い知らされたぜ。身勝手な恨みを募らせて、それで人を殺すんだからどうしようもないな。あと懲役が短くないか。15年じゃなくてもう少し長くても良い気がするんだが。世間でもそう言われているわね。さすがにこの刑は短すぎるし、もっと長くても良いんじゃないかってね。それと白井さんは遊びのつもりで交際していた一方で、高橋は本気で結婚するために交際していた。このずれた感覚が今回の事件を、起こした発端になったんじゃないかと思ったりもするぜ。あくまで考えの一つだし、ネット上でも言われているけど、もしかしたらそうかもしれないわね。それに、男女の交際は付き合い方もそうだが、終わらせ方もちゃんとしないと、こういう悲劇が起きてしまう可能性があるってことも学べたな。恋愛するならちゃんと相手を選ばないといけないわね。もちろん、交際してからようやく内面が明らかになるってパターンもあるけど、見抜くことができるなら相手をしっかり吟味した方が良いわよ。今回の話はどうだった？この世の中、ニュースで取り上げられる物騒なこともそうだがこういった、怖いことも起きてるんだなってことがわかったぜ。特に、恋愛のいざこざってのは、なかなか面倒だって言うし、慎重にならないとな。恋人にするなら、私くらいマリサのこと知ってる人が良いわよね。ああ。どうせ恋人にするなら霊夢よりも心穏やかで優しい人が良いぜ。霊夢とは友人関係だけで十分だな。地味にへこむこと言わないでほしいわ。というわけで今回は税理士刺殺事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。